今日から朝の体操にカレー屋の忍者さんが加わります。今日から朝の体操によしこお姉さんが登場します。素晴らしい今日が来た、昨日の次だ。みんなで体操深呼吸、ぐるりと回って1、2の3。ではいただきます。いただきます。金曜の朝、ダラコちゃんはあの絵本から過去の世界の記憶を見つけた。それは不思議な歌のようなものでした。王が眠る地に現れた竜、恋王き乙女と姉妹は伴侶を連れて立ち、櫓の上に火を灯せ。さてと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。
銀河は長年研究してきた自慢のカレーが辛すぎて辛すぎて誰も食べてくれないことを告白した。悩みはなかなか根が深い。そしてマサヤくんのアイデアをやってみることになったのです。恐竜に新しいカレーを与えるとペロリと食べてすぐに完食。本人に感想を聞くわけにはいかないけど、どうやら気に入ったみたいです。銀河流忍法ファイヤー。カレー屋の主人銀河忍も大満足の結果です。それにしてもこの人は本当に人間なのかしら。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ふふーい、夜は外に出ちゃだ。ララコちゃんが見つけた古の記憶をたどり、恐竜を過去の世界へ送り届けようとする人々。そう、必要なことは全て今までの経験の中にあったのです。いたずら者のララコちゃんは昼間のうちにこっそりと博士の研究所からタイムマシンを持ってきた。機械音痴の彼女はいつも触ったものを壊してしまうけど、今回はまだ大丈夫。そして恐竜が自由に移動できないように、町の通りに彼らが好きな音楽を大きな音で流します。
次は3組のカップルのセッティング。そして今宵の宴が始まった。王が眠る地に現れた竜。恋多き乙女と姉妹は伴侶を連れて立ち、櫓の上に火を灯せ。銀河は辛いカレーを食べて口から火を吹き、櫓の屋根に白い炎を灯します。するとそこから細い光の束が天に向かって伸びていき、それは100キロ離れた福岡市内からも見えるものになったのです。一瞬の出来事である。全ての恐竜が過去の世界へ行きました。作戦の成功を祝う阿蘇の人々、そして機械音痴でいつも触ったものを壊してしまうララコちゃんは今回も大活躍。なんということをしてくれたのだ。私の恐竜たちが、可愛い子たちが。ついでにお伝えしますと。ごめん、これ壊しちゃった。すっごい壊しちゃった。もう大変。私ってこういうものを壊す才能だけは。あるのよね。無駄な才能だけど。怒る？え？なになに？
壊れてる、え、壊されてる、すごい壊れてる、もう大変、電源スイッチが入らない。弁償します。1ヶ月くらいバイトして。これの価値はそんな安っぽいもんじゃない。じゃあ今回はおかかのおにぎり10個でどう。100個なら手を打とう。ん？なんだその本は。博士が見つけたもの、それは姉妹が持っていた絵本かと思いきや、ハタが思わずここに持ってきてしまった読み聞かせの絵本なのでした。博士が手に取って開いてみると、彼が幼い頃に持っていたものと同じ絵本。幼い頃の光景を思い浮かべる悪の博士、親が買ってきた大好きな絵本、それを読んでもらう至福の時間、遊園地へ行く約束の日に風邪をひいて行けなかったこと、懐かしい、そしてちょっぴり寂しい幼き日々の淡い思い出。町の中心にあった日の宮蔵、当時九州を治めていた卑弥呼の村に突然恐ろしい恐竜たちが現れて、村人たちがパニックになっている。こでな恐竜ば呼んで一体どこの部族の仕業じゃ。お前ら全部くっちゃるけんね。飯畑、今宵は焼肉じゃ。待て待て、こやつらに砦の建設ば手伝わせるのはどうじゃろう。それは大や明暗じゃ。恐竜どもと共存共栄するのじゃ。恐竜たちがタイムスリップした先は白亜紀ではなく古墳時代の九州でした。しんのすけたちの行いが古代から伝わる卑弥呼の物語を生んだのです。
イエーイ。今日はどんな記事ができた？見て見て、これは歴史に残る大スクープだ。すごいぞ、しんのすけくん。ありがとうございます。ではしんのすけ記者、よろしくお願いしますね。ありがとう。しんのすけ、大好き。